シュポって出るから、うん、シュポって言ったんやろ何もか入り直したなので、キューブ正社員、職人員ってことで、やっていこうと思ってるんですけど、正社員で職人さんを、キューブすることになりました、うん、で、求めてる人材というか、こんな人がいたらいいなっていうのが、りょうさんの経験のある方、バッグとか財布とかを、うん、作った経験のある方、ぜひ優遇しますのでコメントしてください。あれ、インフォのメールアドレス載せといたらいいんじゃない？載せてるからそこコメントしていって言うと、で、なんかその新宿コードどんな会社やねんっていうところで、こんな会社っていうのは1日じゃないけど、その作業風景とか他のスタッフさんとかに撮ったんで、うん、いつも見てくださいということで、それでは VTR どうぞ。どうぞ。ジャパン。土曜日に関わらず、サクソーで、ね、一生懸命頑張って、うん、どうですか、山谷さんこれで新しい社員さん募集できますかねふざけたことを全力でやるってきっと素晴らしいと思いますそういうこと、それが新進工房、それが新進工房です。これ愛さん企画やもんな。これ愛さん企画、愛さん企画です。だ車だけ喋ってた、なんかそんな感じだったんか。そうそうそう、ヒロさんとマサさんの手が綺麗っていう。ああ、その流れでなったんか。話になって立派なヒロコちゃんでした。ヒロコちゃん、ヒロコちゃん、ごわん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 。まあそんな感じで、あなたのご活躍お待ちしておりますぜひお力をお貸しくださいということでまあそんなわけですよ、こんな感じで動画を学ばせていただきましたけど、どうですかあれ、新しいこの会社どんな感じかなって見てきた人が見た見る動画ですよ。絶対後悔やる、誰も。なんで誰が来んねん、なんで土曜日にみんな集まって大人4人で真剣になんかどうやったら売れるっていう話は全然しなかったからどうやったら面白くなるかっていうのをずっと考えてどうやったら面白いかなっていうのを全員真剣に話してたからどうやったら人が来るかっていうよりどうやったら面白いかばっかりやる。しかも気づいてそんな感じだったよね。そうやな、みんなマジ真剣に考えてる。これインスタに載せるでしょ、どっち一番見せるみたいな感じで盛り上がったもん、うん、盛り上がりだ。そんな感じで盛り上がっているあの会場ですが、ちょっとうんで年末向けての即戦力になれるような方は探しますので、ぜひ気になることをどんどんメッセージいただきたいと思いますし、どんどん、ご応募してくれると僕たちもとても助かります。最後にご視聴
ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた。追記やねんけど、その、なんやろ、その、撮影の裏側みたいな、まあ、続編でまだやりますんで。あ、裏側は、まあ、なるほど、ね。まあ、まだ別で、その、やりたいと思ってますんで、はい、一応撮ってますんで。次の動画でそれが上がるわけね。うん、はい、ということで、それではまた、さよなら。